今回は初夏の武蔵野の森公園での単調散歩の結果を紹介します。単調場所は調布飛行場に隣接した小さな池とその周辺です。この池には秋から春にかけて多くのヒドリガモなどが飛来しますが、この季節には渡りのカモはいません。秋に渡ってきたカモは4月の半ばまでに全て北へ帰ってしまいました。代わって南から渡ってきたツバメが飛び交う池になっていました。ツバメたちはこの池で水分補給をしたり水浴びをして繁殖します。また池の外周に茂る葦の中ではこの池を中心に暮らす流鳥たちが繁殖をします。春に生まれたヒナは初夏ともなれば幼鳥となって姿を見せます。今回はそんな幼鳥たちを中心に撮りましたのでご覧ください。カイツブリ、ムクドリ、バンを撮影しました。すべて動画での撮影です。なお音声案内はここで終わります。あとは BGM 付きの映像でじっくりご覧ください。